ピアノ、芥川龍之介。ある雨の降る秋の日、私はある人を訪ねるために横浜の山手を歩いていった。この辺りの荒廃は震災当時とほとんど変わっていなかった。もし少しでも変わっているとすれば、それは一面にスレートの屋根やレンガの壁の落ち重なった中に赤座の伸びているだけだった。現にある家の崩れた後には蓋を開けた弓なりのピアノさえ半ば壁にひしがれたまま艶やかに鍵盤を濡らしていた。のみならず、大小さまざまな符本もかすかに色づいた赤座の中に桃色、水色、薄黄色などの横文字の表紙を濡らしていた。私は私の訪ねた人とある込み入った用件を話した。話は容易に片付かなかった。私はとうとう夜に入った後、やっとその人の家を辞することにした。それも近々に、もう一度面談を訳した上のことだった。雨は幸いにも上がっていた。おまけに月も、風立った空に時々光を漏らしていた。私は汽車に乗り遅れぬために、タバコの吸われぬ商船電車はもちろん私には禁物だった。できるだけ足を早めていった。すると突然聞こえたのは誰かのピアノを打った音だった。いや、打ったというよりもむしろ触った音だった。私は思わず足を緩め、荒涼としたあたりを眺め回した。ピアノはちょうど、月の光に細長い鍵盤をほのめかせていた。あの赤座の中にあるピアノは。しかし、人影はどこにもなかった。それはたった一音だった。が、ピアノには違いなかった。私は多少不気味になり、もう一度足を早めようとした。その時、私の後ろにしたピアノは確かにまた、かすかに音を出した。私はもちろん振り返らずに、さっさと足を早め続けた。湿気をはらんだ一陣の風の私を送るのを感じながら、私はこのピアノの音に超自然の解釈を加えるにはあまりにリアリストに違いなかった。なるほど、人影は見えなかったにしろ、あの崩れた壁のあたりに猫でも潜んでいたかもしれない。もし猫ではなかったとすれば、私はまだその他にもイタチだのヒキガエルだのを数えていたけれども、とにかく人手を借らずにピアノの鳴ったのは不思議だった。5日ばかり経った後、私は同じ用件のために同じ山手を通りかかった。ピアノは相変わらずひっそりと赤座の中にうずくまっていた。桃色、水色、薄黄色などの符本の散乱していることもやはりこの前に変わらなかった。ただ今日はそれらはもちろん、崩れ落ちたレンガやスレートも秋晴れの日の光に輝いていた。
私は不本を踏まぬようにピアノの前へ歩み寄った。ピアノは今目の当たりに見れば鍵盤の象牙も光沢を失い、蓋の漆も剥落していた。ことに足にはエビカズラに似た一筋のつる草も絡みついていた。私はこのピアノを前に何か失望に近いものを感じた。第一、これでも鳴るのかしら。私はこう独り言を言った。するとピアノはその拍子にたちまちかすかに音を発した。それはほとんど私の疑惑を叱ったかと思うくらいだった。しかし私は驚かなかった。のみならず微笑の浮かんだのを感じた。ピアノは今も日の光にしらじらと鍵盤を広げていた。がそこにはいつの間にか落ち栗が一つ転がっていた。私は往来へ引き返した後、もう一度この廃墟を振り返った。やっと気づいた栗の木はスレートの屋根に押されたまま斜めにピアノを覆っていた。けれどもそれはどちらでもよかった。私はただ赤座の中の弓なりのピアノに目を注いだ。あの去年の震災以来誰も知らぬ音を保っていたピアノに。